まあ、デビューして今年9年になるんですけれども、まあ、ずっとやっぱり目標にしていた場所でのライブだったので、やっぱりすごい思いが強かったですし、ああやってその武道館の場に立てたのはずっと応援してくださった皆さんのおかげだなっていうふうに、その感謝の気持ちを持って歌わせていただきました。でも印象的だったのはもう本当に最初ですね、最初1曲目がもうアカペラで歌ったんですけれども、もうステージに上がった瞬間のこう武道館の何ですかね、こう広いんですけど、なんか360度こうみんなにこうすごく近く見守られている感じっていうのがして、その中でこう歌わせていただけるのは本当に本当に嬉しいことだなっていうふうに思いましたね。そうですね、武道館を終えた後なので、武道館で学んだことを次のツアーで生かしていきたいなと思っていて、まあ、ダンサーとバンドメンバーとみんなでそれこそデビュー当時のダンサブルな曲から最近のバラードも含め、いろんなメイジェイを表現していきたいなと思います。台湾はですね、もうすべて好きです、まずやっぱり人がすごく優しいですね、皆さん。で、まあ、ライブの時もそうですし、スタッフの方々もそうなんですけど、やっぱり日本への愛っていうのを常に感じていますね、皆さんから。日本が大好きっていうのが伝わってきます。だからこう違う国に来てるんですけれども、なぜかこうホームにいるような感じがして安心しますね。あとやっぱりショッピングも楽しいですし、あと何よりもご飯が美味しいです。台湾料理が大好きです。はい、そうですね、すごいびっくりしますね。まさかで普段は日本中心でこう活動している中でも、こうやって海外でも自分の歌声がちゃんと届いてくれてるんだっていう風に、実際こうやって来るとやっぱり感じるので本当に嬉しいですし、皆さんに感謝しています。まずは KKBOX10 周年おめでとうございます。10年っていうのは本当に長い月日だと思うんですけれども、その間に本当にたくさんの夢を叶えられたんじゃないかなと思っています。でこれから10年先、10年、20年、30年とずっと続いていくように、So Beautiful という曲を私から送りたいなと思います。 So Beautiful は自分がこう思い描いていれば、その未来は必ずそこに近づいていけるっていうメッセージが込められている曲なので、 KKBOX がこれから、見るその夢っていうのをぜひこの曲と一緒に叶えてほしいなと思います。10年っていうのがすごい何ですか、先すぎていつもこうなんとなく自分のこう未来っていうのを想像はしているんですけれども、10年前って言ったら、まあ、16歳なのでまだデビューしていなかったんですけれども、それこそ海外に行って歌っていたいという夢を持っていました。で今こうやってまだまだなんですけれども、でも台湾にこうやって来て歌わせていただけるっていうのは本当に、しかもこんな素晴らしいこうアワードショーで歌わせていただけるというのは本当に嬉しいことです。そうですね、10年先、これから10年先、やっぱりもっともっと、もちろん日本での活動もどんどん広げていきながらも、海外にどんどん進出していけたらいいなって思っていますね。でもそんなにこうなんか私はすごくマイペースな人で、何かすぐにこう叶えようっていうことではなくて、一つ一つこう確信を持ちながらというか、一つ一つ少しずつこう成長していけたらいいなっていうふうに思っていますし、それがこう後でご褒美としてこう神様からご褒美としてくれたらいいなっていうふうに思っていますね。